ムツンスクの紋章、ムツンスクは、ロシア南西部オリオール州の都市、岡川上流の支流、ズーシャ川沿いに位置する。モスクワとシンフェロッポリを結ぶ高速道路、M2 が通り、モスクワからの距離は 290km、州都オリオールからは北東へ 49km、またトゥーラクルスクベルゴロドを結ぶ鉄道も通る。人口は47,807人で、オレオール州内では、 オリョール・リーブヌイに次ぐ規模。ムツェンスクは、現初年代期のイパチー社本において、1147年の上で、ムイチェンスクの名で初出する。当時は、チェルニゴフ公国の一部であった。1320年、ムツェンスクは、リトアニア大公国に並行され、1504年に、モスクワ大公国の一部となり、リトアニア大公国や、 クリムハン国の侵入に対する南部国境の守りの拠点とされた。17世紀以降モスクワ大公国が南に領土を広げると国境の要塞としての重要性を創出し農産物の一周産地となった。1778年に市の地位を得、穀物取引で栄えた。19世紀には織物などの近代的工場も立地し始めた。第二次世界大戦では モスクワ南方の拠点として、独ソ両軍の争奪の対象となっている。スパスコエリトビノボにあるツルゲーネフの聖火ムツェンスクの、今日の工業はそれほど盛んではなく、繊維業やアルミニウム製錬などの工場がある。イヴァンツルゲーネフの聖火は1 5トル北の村、スパスコエリトビノボにあり、博物館を併設する。ムツェンスクには17世紀、18世紀の歴史ある。 制堂建築などがよく保存されている。代表的なものに生新庄福音大聖堂イタリ製三者大聖堂がある。ニコライ・ディスコフの小説、ムツェンスク軍のマクベス夫人、及びこれを原作とするドミートリー・ショスタコービチのオペラ、ムツェンスク軍のマクベス夫人の舞台でもある。ありがとうございます。